getting 5 coins.私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし
羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。はあ、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。誰かここから降ろしてくれ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている。私は池に浮かぶのが